アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。中村さん、はい、まさかの展開になりましたけれども、これランバーがオープニンググローブですよね、つけてるの。これそうですね。このままやるんですかね。そのようですね。寺戸も承諾したようです。あの今シュートのリングではもちろんこのオープンフィンガーグローブをつけて戦っているんですよね、はい、ただキックというかクラッシュのエキシビションマッチなのに、はい、どう戦うんですかね。そうですね。いきなりタックルかと見せかけました。いやもう早速こう型破り感というか、はい、ランバーっぷりが見えて面白いですけどね。ランバーっぷり、はい、そうですね。本当にその言葉に集約されますよね、はい、ランバーのランバーたるゆえん。さあ改めまして、はい、中村さん、はい、アンディ・ハウソンというイギリスの四冠王をですね、寺戸が迎え撃つはずだったんですけれども、こうした顔ぶれになりました。そうですね、寺戸選手三冠王になってからの試合だったので、はい、やっぱその外国人選手と戦ってどうなのかっていうのをすごく楽しみにしたんですけども、ちょっとまあこればっかりはアンディ選手のまあ怪我ということもありましてですね、はい、まあしょうがないかなと思っています。はい、規制を上げながらボディへのパンチを放ってきます。前蹴り、オープンフィンガーグローブなんで殴らないだろうなと思ったんですけど、思いっきり殴ってましたね。今いますね。はい、あの寺戸もタックルに行こうかななんて動きもありました。こんにちは、こんにちは。あ、そして倒れた相手に仕掛けようともしていきます。ランバーのあのトランクス左の腿のあたりは何か漢字がありますね。何て書いてあるんですかね。覚えるという字のようです。何よ、そしてお尻のところには3文字、はい、日本人と書いてあります。いやこうなんか間違った日本語を覚えてる外国人の典型的 なんか T シャツとか、はい、よく着てますけど、そんな感じなんですかね。ここは両足を買っていきます。サイドポジション、いやニーオンザベリーからあっという間にマウントポジションとお伝えします。こう普通エキシビションマッチってこうなかなかこう盛り上がらないんですけど、はい、なんかもうそういうのも分かりきってこうなんていうんですかね、パフォーマーみたいな試合してますよね、ランバー選手。そうですね。ここで2分間が終了しています。第1ラウンド終了です。本当に強いなと思ったんで、これもしかしたら方もそうですよね、はい、やはりたまらない思いをここに気持ちを入れ替えて、せっかくなんで試合みたいにバチバチやってほしいですね。グローブは成長のものになりました、はい、あだいぶ来てるんじゃないですか、中村さん、中村さん、ランバーといえばかつてあの土屋城、スター兼ラビット関、山口元気との軒並み王者クラスを1ラウンド KO で下してきました。こう普通に試合やっても面白いじゃないですかね、ランボー選手。今でも強いんじゃないですか、はい、立ち技でも左ミドル、この相手を伺うような、もう相手を舐め切ったような戦いぶりですよね。158センチ、35歳です。普通こうムエタイの選手で35歳なんてもうありえない年齢だと思うんですけど、はい、それでもまあ競技は違いでですね、シュートで世界チャンピオンになるっていうのは本当にすごいことだなと思いますね。そしてジムの代表でもあります。あこの舌を出すパフォーマンス、パンチをかわす、いやもうスウェーダッキング、なんか寺田選手やりづらそうですね。そうですね、あどんぐらいやっていいのか分かんないじゃないですけど、マイペンライ大丈夫なんていうタイ語の声も飛んでいます。ここもいや中村さんどうですか。なんか寺戸選手が主役のはずなんですけど、なんかここまではランバー劇場みたいな、ランバー劇場、はい、そんなエキシビションになってますね。バレちゃん、バレちゃん、ちも強い。いや寺戸ももちろんしっかりガードしていますけれどもね、結構思いっきり打ってますね、はい、顔面へ膝も出してくる寺戸、返すランバーが連打連打です。今みたいにこうパンチ蹴ったところでちょんって内股蹴って、ここはそのところうまいですよね、はい、あもう顔面をスリップさせて威力を半減させてきます。
それには対角線の攻撃、寺戸最後も返していきます。いや寺戸もちょっと目は笑っていなかったような気もしますね。ちょっとムカついたんじゃないですかね。できるよう頑張っていきますんで、これからも応援お願いします。ありがとうございました。